はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、かしまわりでございます。はい、本日は2019明治安田生命 J1 リーグ第32節、サンフレッチェ広島戦のプレビューです。はい、それでは基本情報の確認から参りましょう。鹿島は現在3位、勝ち点が59、17勝8分け6敗、52得点27失点、得失点差がプラス25となっております。一方のサンフレッチェ広島は現在6位、勝ち点が51、14勝9分け8敗、44得点28失点、得失点差がプラス16となっております。両チームの通算成績ですが、鹿島側から見て68戦、37勝9分け22敗で鹿島が勝ち越しております。直近の5試合の成績ですが、2勝1分け2敗。で、この2敗はアウェーでのもので、どちらの試合も3失点しているという状況でございます。失点をしないことを考えなければならないというような試合になってくるのではないでしょうか。はい、予想スタメンの確認から参りましょう。こちら左の鹿島アントラーズですけれども、前日前々日の動画で出してきた通りの形ですね、予想しております。ゴールキーパーがスンテ、ディフェンスライン右から長木、ブエノ、犬飼、町田、遠藤と白崎がサイドハーフに入りまして、ケントとレオシルバがボランチを組みます。で、ショーマとセルジーニョの2トップという形でございます。で、広島は、まあ、前節のところと同じですね。大迫がゴールキーパーに入りまして、野上、荒木、佐々木、サロモンソンと青山、稲垣、こちらに柏と。で、川辺と森島が入りまして、トップにドーグラス・ビエイラというところで予想しております。はい、まず繰り返しお伝えしているように、サイド攻撃のところの点でも、サイドの攻略ですね。ここのところに一つ焦点を置いていきたいと思います。はい。で、まず相手は、まあ、5-4 のブロックを組んできます。はい。まあ、このような形でね、5-4 のブロックを組んできます。で、相手のサイドを狙うときに2つポイントがございます。で、そのうちの1つが右サイドから攻めるときなんですけど、左である程度、こう、ボールをこう、移動させてきたときに、右に来たときに、この森島がかなり前に出てくるんですね。前に出てくるんですけれども、ここの管理っていうところが、まあ、稲垣のところで行われる部分っていうのが出てきます。で、この稲垣をどう牽制していくかっていうと、まあ、トップ下の選手が稲垣を牽制していくよっていう形にすれば、ここに出てくる選手が実はあまりいないんですね。で、この森島がグワッて出てきたこの後ろのスペース、ここのスペースに大きなスペースが空いてくると。ですので、この森島をまず引っ張り出すことっていうところが大前提になってくるんですけど、そこを考えると、まあボランチが引っ張ってもいいですし、このサイドバックが引っ張ってもいいですし、もちろんサイドハーフが引っ張ってきてもいいんですけど、まあここの右サイドバックの選手が誰であれっていうところまで考えると、引っ張ってくるのは、このサイドハーフの選手が引っ張ってきて、このウィングバックのところにサイドバックを見させる形っていうところで、かつこのセンターハーフの位置がこちらに来るのかこちらに来るのかでまた話は違ってくるでしょうしっていうところまで考えると、攻撃に厚みを作るのであればボランチはこちら側にいてほしい。で、こちら側にいることで相手の選手のこの稲垣がどちらを見ればいいのかわからない状況を作り出すと、ここに広大なスペースが空いてくると。で、ここのラインっていうのはしっかり守ってないと、実は裏を抜けられる可能性があるよっていうところまで見せなきゃいけないので、こちら側にセルジーニョが入ってくるような形。で、そうしてくると、ここに空いてくるスペースが生まれて、ここにボールが入るというところが出てくると、かなり右サイドでの攻略っていうのは簡単になってきます。はい。ここのところから、まあ、振り向いて、じゃあどういった作用を及ぼしていくのっていうことになってくると思われます。まあ、そうなってくると、ここが内田篤人でも大丈夫でしょうし、むしろその伊藤由紀としても大丈夫でしょうし、誰でも大丈夫だよっていう状況っていうのは作れてくると。で、かつ、ここに、ブエノがボールを持って、この14番の選手を引っ張ってくると。この森島を引っ張ってくるっていう展開に鹿島としてができると、もっともっと大きい展開として、この後ろのスペースっていうところを意識させながらできるので、このブエノがいかに
こちら側のサイドでボールを持つことができるのかっていうところですね。ここのところを優先していくと、そうなってくると、じゃあ高い位置にこういう形でウィングバックを引っ張ってくるサイドバックが1枚ここにいることっていうところですね。で、そうすると、ここの裏のスペースを狙う選手が、ショーマであったり、まあ、ここのサイドハーフの遠藤康だったりっていうところで、2枚でここのスペースを狙うことができるので、そうするとセルジーニョが浮いてきて逆のサイドのところでボールをこう決めることのできるポジショニングができるというところができますね。そうすると、この仕上げがあると、センターハーフのこの二人も高い位置取りをできるようになってきて、ここを牽制できますし、彼一人のところで、じゃあここの2枚を見るのっていう状況を作ることができるので、数的にも、その位置的にも優位っていう状況を作ることができる形。まずこの、相手が 4-4 ブロックをしてきて、右サイドのところで作っていくときに大事なのはこの森島を引っ張り出すことですね。ここのところっていうのに一つ注視をしていくというところになります。はい。で、次、左サイドのところなんですけれども、うん。まず、ここのところに、サロモンソンじゃない、この人は、ドーグラス・ビエイラ。ドーグラス・ビエイラが、まず、この左サイドでボールを持つと、プレスに行きます。で、その後、ここに縦にボールが入っていったときに、ここを見るのが、このサロモンソンではなくって、ここにいる川辺がプレスバックしてきてわざわざこの選手を見るんですね。で、ここから横に行った時に、ここに行く時にも、じゃあここに青山選手が出てくるのかっていうと、そうではなくって、ここも川辺が見に行くというところになってきて、で、ここになってきた時はスライドするんですよ。で、このサロモンソンっていうのが、基本的にこのディフェンスラインを守るっていうところに対して、まあ、規律が与えられているような形ですね。で、まあ、もちろん、こちら側のサイドにマークしなければならない選手がいるときは、サロモンソンが上がってくると。だけれども、この選手の後ろの部分の管理っていうのが非常に甘いので、彼が前に出てきたとき、ここのときにすごくここにチャンスが生まれてきます。ですので、この部分に誰かが流れてくる。うん。まあ、それが、ま、セルジーニョであったり、まあ、トップ下のショーマであったり、まあ、どちらでも構わないとは思いますし、まあ、遠藤康であれば木を見て、この同サイドでの部分っていうところで寄ってくるっていうシーンも見られると思います。ですので、このサロモンソンを上げるためにじゃあどうするかっていうと、この青山の位置取りのところに対して高い位置で、まあ、1枚そのボランチが上がっている必要もありますけど、上がっていたところに対しての、そのショーマがこの青山のところに牽制をしていること、っていうことが大事ですね。これをやっていくことでサロモンソンの上がりを促すと。で、これをすることによって、まあ、このパスを出した選手が一列上がりますよ。はい。っていうことで、またここにパスも出していけるでしょうし、連続性を持ってパスを出していけるでしょうし、っていうところですね。うん。この裏のところのスペースっていうところが非常に大きく空いてくる部分で、あまりここのところにスライドしすぎてしまうと、ま、荒木選手すごく強くなりましたし、守備すごく上手くなりましたけど、まだまだその全体的なカバーリングの部分っていうところにまで、ちょっとまだ頭がいってないのかなっていうセンターバックです。ですので、彼がこちら側に引っ張り出してくると、必ずこの選手が下がってくると。そうすると、バイタルエリアが空いてくるので、ここのところから内側に切り返すっていうところから中央の攻撃が可能っていうことになってきます。ですので、ここのところに対して一つ注視をしていくと。左サイドではまずそのボールを持って相手にプレスが来たところによって、ここのサイドのところを作っていくと。ここの空いてるスペースを作っていくと。でもしプレスを来なければ、じゃあ右でまた先ほどのように作って、彼を引っ張り出して右から攻略すればいいよっていうことに、アシンメトリーのところですね。相手のアシンメトリーに合わせて、鹿島もどちらかのサイドでどういった対応していくのかっていうところに合わせていくという形になるでしょう。はい。で、相手の攻撃の部分ですね。まあ、基本的に3バックのところからのビルドアップがスタートするんですけれども、まあ、こう、プレスがね、前が2、相手がこう、バックが4枚、あ、2枚であれば3枚で後ろで回す。これはもちろん数的に全然有利なので、これで問題ないです。で、ここに対して、じゃあ例えばこういう立ち位置として、4枚でのプレスだよっていう風になってくると、今度は、まあ、このね、佐々木選手が左サイドバックをやったことがあるっていうことも含めてですけど、ここに、青山選手ですとか、まあ、この稲垣選手ですとかが下がってきて、4枚でのビルドアップになる。で、中央のところに、
まあ、この3選手の誰かが降りてきて、まあ、どちらかといえば川辺選手だったり、まあ、ここの稲垣選手だったりっていうところがこう降りてきて、ボールを受ける役目をして、で、まあ、リンクという形にしていってっていうところになってくるんですけど、まあ、こう、ポンポンっていう形でね、ポンポンっていう形で、まあ、ここの3つのところにボールを受け渡していくんですけれども、基本的に、広島は、フリーのところにしかパスを回しません。はい。なので、こうちょっとね、少しでもプレッシャーがかかってるなっていうところに関しては、チャレンジなパスは基本的にはしてきません。セーフティーなパス回しっていうところで、まあやってきます。ですので、その、ボールを持っているところの横と後ろに必ずフリーの選手を作っていくっていうようなパス回しっていうところをしっかりしてくるんですね。なので、確実性のあるボールを回してくると。なので、そこのところで奪いどころっていうのはなかなかないよねっていうところになってきます。で、まぁ、ちょっとね、困ると、まぁ、この森島選手のところとかで困ると、逆サイド空いているウィングバックのところに飛ばしたりだとか、っていうことで、まぁ、セーフティーなパス回しをある程度してくることはしてくるんですけれども、その中で一個だけ、チャレンジなパスを出すっていうところがあって、それはこのドーグラス・ビエイラ選手のところですね。まあ、どこからでも、正直どこからでも出してきます。で、彼も、足元でボールを受けてポストプレーもできますし、裏抜けっていうところでもどちらでも対応できる大きな選手。で、クロスにも対応できるっていうオールマイティな選手なんですけど、どこからでも彼に対してパスが出てきます。で、まず彼を見てきます。相手はね。で、相手がここを見てくるってことは、みんなここを警戒するんで、ここに重心が行く。そうすると、この、シャドウの二人が空いてきたりだとかするっていうところですね。で、どちらかといえばこの川辺選手が内側の位置取りをしてボールを真ん中で受けに行って、森島選手はこっちの柏選手と一緒に連動してこちらのサイドを攻略しに来るというような形っていうところを、まあ、主にやってくるというところになってきます。ですので、鹿島としてはまずこのドーグラス・ビエイラのところに確実に入ってくる縦パスっていうところに関しては潰しきっていかなければ、攻撃に対応できないですし、あとはその引っ張られて空いた選手のところに対しての対応ですね。ここ特にこのツーシャドウの関係のところ、ここのところをどうしていくか。で、ここを注視していくと、今度このウィングバックのところが空いてくるので、ここで1対1が生まれるよ。で、1対1が生まれたところで、数的に、まあ、5対4になっちゃうんで、それに対して、じゃあ、しっかりとボランチが対応して、こちらとしても数をちゃんと保つことができるかどうか。で、かつ、それに対して上がってくるウィングバックのフォローに対して、じゃあ、ちゃんと突き切れるかどうかっていうところに、鹿島の守備っていうのは重点がいくというところですね。で、もう一つ、フリーの選手にボールを回していきますよっていうところの中で、じゃあ、どこに奪いどころを設定したらいいのっていうところなんですけど、奪いどころとしたらこの稲垣選手のところですね。フリーでパスを回していった中で稲垣選手のところに入って、まあ前を向いたりするんですけど、さほど上手じゃないですね。このチームの中で見れば、相手の広島の中で見れば、そのパス回しというところではあまり特徴のある選手ではない。で、彼のところのとこでまずそのターンをさせる、フリーにさせてターンをわざとさせることによって前にボールを晒したところで、まあ、ボランチがくっついていってズドンと奪っていくっていう形が取れるのところが一番なので、この相手を4枚にするためにプレスとして用意していく、この相手の3枚に対して4枚高い位置を取っていくよ。要するに、まあ、このサイドのサイドバックに対してサイドハーフが当たりに行くよっていう形を取ると、相手は必ずこの形を取らざるを得ず、真ん中でフリーになるのが稲垣選手になるよっていう状況を作り出して、彼のところにボールを出させたところで、まあボランチが突っ込んでいってボールを取っていくっていう形が取れれば、ショートカウンターで良い形で攻撃ができるよっていうところですね。ここのところには一つ狙いを持っていきたいなっていうところでございます。はい、まあね、先ほどの話をしていくと、サイド攻略の部分っていうところからの得点を取る部分っていうところの中で、まあ、選手のその選択肢っていうのはたくさんあると思います。正直なので、その中で鹿島は動けることっていうことがたくさんありますし、交代による作用っていうことも動かしやすいメカニズムにはなっていくというふうに思いますので、まずその主導権を握って試合を優位にこう働かせていくこと、運んでいくことっていうことっていうのが、まず鹿島としては一つ大事になっていくと。で、相手がそのフリーの選手に対してボールを回していくので、
ボールを持たれてる印象っていうのはすごく強くはなるとは思うんですけれども、危険なボールっていうのは基本的にドーグラス・ビエイラのところにしか入ってこないので、そこのところさえ分かっていれば相手がただ回しているだけのところに無理についていく必要もなくなるんですね。で、無理についていってしまうと逆にそこから生まれたスペースの裏のスペースっていうところを川辺選手だとかに使われてしまう可能性があるので、プレスはコース限定にして、ある程度コース限定にして、先ほど言った狙いのところっていうところをいくつかにもう少し設定していった上で、コース限定のところにして、しっかりとはめていくっていうことはできるはずなので、そこのところに一つ狙いを持っていい守備をして、まあ良い攻撃につなげていくと。で、サイド攻撃のところっていうのも一つ狙い目のところは、両サイドでポイントがございますので、そういったところでしっかりやっていくという形になっていくと思われます。はい、まあね、この試合も勝たなければなりません。勝たないともう優勝、負けてしまうとほぼほぼ優勝がなくなってしまうような状況になってしまうかと思います。もちろんね、他会場の結果にもよりますけど、他会場うんぬんかんぬんではなくて、この試合まず勝たなければ優勝はできませんので、まあこの試合ね、みんなで本当に心を一つにして We must go on っていう気持ちでね、しっかり勝っていきたいなというふうに思います。みんなで全員で応援しましょう。はい、本日は2019明治安田生命 J1 リーグ第32節サンフレッチェ広島戦のプレビューでした。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、貸し回りを応援してくださる方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回、おつまわり。